先ほど北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものは、すでに落下したものとみられます。海上保安庁は、船舶は今後の情報に留意するとともに、落下物を認めた場合は、 近づくことなく関連情報を通報するよう呼びかけていますこのミサイルの落下物に関して言いますと、えー、破片などが海岸に漂着する可能性もあります、えー、そうしたものは毒性を帯びている恐れがありますので不審なものを見つけた場合には決して近づくことなく、えー、警察や消防などに通報をするようにしてください